衆議院議員落合孝行、国政報告会を始めさせていただきます。落合孝行、それではよろしくお願いいたします。皆様、本日は誠にありがとうございます。第3部と言ってましたが、あと4分で終わる時間皆さん早く話し終わりますとおっしゃってたんですが、多分20分以上遅くなってしまいました。せっかく多くの皆様に集まっていただきましたので、私のお話もしっかりさせていただければと思います。立ち見の皆さん、一番前の列と2列目で5席ぐらい空いてますので、ぜひ前の方にいらしてください。本当に多くの皆様に声を掛け合っていただいて、これだけの方々にお集まりいただきまして、本当にありがとうございました。そして世田谷区を中心に各議員の皆様も本当にお忙しい中ありがとうございます。私は既存の政治家たちには染まらない、そういうことをモットーにしてましたので、実は現職の国会議員を呼んで集会をやったのは4年ぶりです。7年目にもうすぐで入るんですけれども、4年間今まで国会議員を呼ばずに、街頭演説は一緒にやることはありましたが、文化人の方、それから意見のある評論家の方を呼んで、それだけで、政治活動をしてきました。今新しい党を作ってしまった小林節さんですとか、いろんなことをしている古賀茂明さん、それから、田中修正さんといった方々と一緒に今まで地元の活動をさせていただいておりました。新しい大きな政党に今回初めて所属をしていましたので、ぜひこれからは党のことも皆様にご理解をいただきたい、それからこれから大きい党ですので、もしかしたら政権が取れるというところまで行くかもしれない、そういった時のためにぜひ党の幹部の話も聞いていただきたいと思いまして、今日こういった場を作らせていただきました。本当に、このもう7年目になります。最初結成の時、始めた時はみんなの党でした。みんなの党ができたばかりでしたので、党員なんていうのは誰もいないわけですね。お一人お一人の方にお会いをして、そして毎日いろんな駅で演説をして、こうやって見回してみますと、本当に一人一人の方にあそこで出会った、ここで出会った、この7年間で本当にいろいろな経験、出会いをさせていただきました。皆様との出会い、これを力にして、これから期待にそぐわないよう、頑張ります。安倍さんと戦っていきます。本当に皆さん、これからやっと当選できましたので、これからぜひご指導お願いいたします。私が初めて選挙に出たのは2012年でした。その時は民主党の大臣だった小宮山陽子さんもいましたし、それから日本維新の会っていう政党もありました。共産党も候補者出て、幸福実現党も出て、それで自民党がいて、そういう選挙でした。私はあと惜敗率 1% というところで、落選をしてしまいました。その時にできた政権が今の安倍政権です。この安倍政権ができたということが、私のこの政治的なスタンスを決定的に決めることとなりました。安倍政権ができてすぐに秘密保護法というものが出てきました。これ官僚が自分たちで秘密を決めることができる、でその決めた秘密は表に出さなくていい、これをいい加減にやってしまったら自分たちの都合の悪いことは表に出さなくていいということになってしまいます。そんな法案が一番最初の安倍政権ができた年に出てきました。
みんなの党、私が所属している党は官僚機構を変えていく、官僚の暴走を止めると言っていたので、まさかこんな法案に賛成しないだろう、もちろん反対ですと地元の方々に言っていたんですが、なぜか賛成をするということが党で決まりました。私は皆様に話してきたことと、祖母が出てきてしまう一番重要なところ、皆様と選挙で約束をした一番重要なところを裏切ることになってしまう、そう考えて、一人で反対表明をして離党をしました。そこから無所属になりました。当選していない状況で無所属になるということは無職になるということです。まあ引きこもりにはなりませんでしたけども、ニートぐらいの感じで、しかもその2ヶ月前に結婚式を挙げていました。結婚式を挙げて2ヶ月後には妻の扶養家族に入るということになってしまいました。朝該当して帰ってきたら洗濯をして干して、そして地元の商店街に買い物に行ってというような日々を過ごしていました。これ当選してから秘密保護法を取り上げました。会計検査院が全部の会計を検査するということを憲法で決めているのに、秘密保護法は会計検査も断ることができるんじゃないですか。これは戦前に軍事機密を知らせないようにすることを可能にした軍事機密法、これで徹底的に防衛予算にメスが入れられなくなって軍部が暴走した、これ同じリスクがあるんじゃないですか。まあいろいろな新聞が取り上げてくれましたが、予算委員会でこれを取り上げました。結局法務大臣誰だか皆さん分かんないかもしれないですが、まあ、ベテランだけど今まで大臣になったことない人が、まあ、法務大臣ぐらいだったらいいだろうなということで、そういう方が歴代の法務大臣になってます。もちろん秘密保護法のことなんて分かんない人が官僚の答弁を読むだけ、まあ、そういった国会の審議が行われています。こんな法案を通したら国会は形骸化してしまいますよ。もうすでに形骸化が始まっています。本当にこの流れは止めていかなければなりません。これだけではありません。去年は安保法制通りました。私が当選した選挙の半年後にはもう安保法制通ったわけですが、この安保法制を通す通さないの選挙があったとき、安倍さんは何を言っていたでしょうか。自民党の人たちは何を言っていたでしょうか。安保法制は選挙の争点じゃない、集団的自衛権は選挙の争点じゃない、公約に大きく掲げませんでした。アベノミクスのイエスかノーかが選挙の争点であると自民党の人たちは言っていたんです。そして選挙が終わって過半数を取ったらすぐに強行採決、こんなことを安倍政権はやってるんです。今参議院選挙7月10日に投票日あります。安倍さん本当にやりたいのは憲法改正です。しかし安倍さん憲法改正のこと言ってますでしょうか。そういうことを何年もやってるのが今の安倍政権なんです。私はこの国のリーダーとしてあの人は全くふさわしくない、こんな政権が続いたら日本がどうなるのかと思います。今衆議院は3分の2与党があります。憲法改正というのは衆議院参議院3分の2を抑えて、その後国民投票で過半数が取れれば憲法改正できます。衆議院の任期はあと2年半もあります。そして今度の参議院選挙、おそらく取れてしまうだろうと言われています。3分の2を。となると
どうなっちゃいますか。2年半安倍さんはやりたい放題、そして憲法改正何をやりたいか最後言ってない。こんな白紙任を我々国民は渡してはいけません。絶対に安倍政権の暴走は止めなくてはいけません。選挙、これは我々国民の投票の多数決で決めています。もう何回も衆議院選挙、参議院選挙、我々国民が安倍政権を多数決で選んでしまってるんです。だから皆さん、私はもっともっと本気で戦っていきます。皆さん、ぜひここにいる皆さん、ぜひ皆さん、私どもにお力をお貸しください。政治家が密室で密談したって世の中は変わらないんです。国民が動けば、選挙で過半数を取れば、この国は変わるんです。政治家にはこの国を変えることはできない。私は皆さんの先頭に立って安倍政権と戦っていきます。どうぞ皆さん、よろしくお願い申し上げます。残念ながら今安倍政権支持率4割、自民党の支持率も4割、これ4割取ってたら、例えば小選挙区、衆議院選挙だったらもうすぐ一人しか選ばれないですから、受かっちゃうわけです。これ政権がこんだけ総理が暴走していたら、本当は自民党の中から止める人が出なきゃいけないわけですよ。そういったことを歴代の自民党政権はやってきたわけです。じゃあ今安倍さんのライバルでそれなりのポジションについている、そして安倍さんと考え方が本当は違うはずの、例えば岸田外務大臣、谷垣、幹事長、何やってますか。私は生の現場で国会を見ています。あの二人が一番下を向いて原稿棒読みですよ。何のために何十年も国会議員やってるんですか。そして一年生議員、ここの地元にも3回生ですかね、議員がいます。世襲の総理に反対意見言ったことあるんですかね。官僚の原稿を下向いて読んで、それだったら誰だって国会議員できますよ。何のために2000万もらって国民の代表としているんですか。本当にこんな政治家たちを我々国民は許してはいけません。多数を取ってる自民党が変わらない、それだったらやはり我々は野党が本来は政権を取っていかなくてはいけないんです。しかし支持率 10%、 他の野党も数パーセント、やはり今まで安倍さんの批判だけしていればなんとか数パーセント、 10%、 2割は取れる、そういう野党の姿勢ではもうこれはダメだと思います。安倍さんに変わる、安倍路線に変わる、はっきりとした選択肢、政策の選択肢を示していかなければなりません。一番多数を取っている民進党がしっかりと野党を主導して安倍政権に代わる政権の形を示していかなくてはなりません。集団的自衛権、なんでやるんですか。安倍さんの説明は、中国が、尖閣が、北朝鮮がと言ってます。国境を接している国が攻めてくるかもしれない、それは個別的自衛権なんですよ。
今までも認められてきた個別的自衛権のことを、攻めてくるかもしれないから集団的自衛権が必要だと国民に説明をしている、こんなデタラメな説明を許してはいけません。それは今までの憲法の範囲でもできるんです。防衛のことを真剣に考えるのであれば、本当にこの国の領土領海を守っていく必要があると考えているんであれば、個別的自衛権について話し合うべきで、なんで集団的自衛権が出てくるんでしょうか。集団的自衛権とは、自分の国が攻められていなくても他の国を攻撃することができる権利です。要は安倍さんは何の制約もなく地球の裏側まで自衛隊を自由に派遣したい、これがやりたいがために尖閣諸島を出して沖縄を出して中国を攻めて攻撃をして、そして集団的自衛権を解釈会見で認めました。我々野党はこれを認めない。少なくとも集団的自衛権は白紙化する。話し合うのであれば個別的自衛権がどうあるのかを議論する、ここに戻していかなければなりません。国民の皆様に正直にそういった議論をしていかなくてはなりません。そしてエネルギーの問題、安倍さんは特に東京脱原発で盛り上がってましたから、我々も抗議の意味で言えば脱原発ですと言いました。私は経済産業委員会でエネルギーのことを管轄している部署にいます。安倍政権が去年出してきた2030年代の原発の目標は20数%、これはどういう数字かというと、2030年代までに全部の原発を再稼働しても10数%です。新設増設のためにもう進んでるんですよ。そのことを選挙でも言ってない、今も説明していない、こんな政権は許していてはなりません。はっきり言って嘘つきです。そして皆さん、アベノミクス先ほどから出てきています。アベノミクス調子がいいと言っている、大企業の収益は最高水準、そして利益を溜め込んでいる内部留保も最高水準。しかし皆さん、我々の賃金は断続的にずっと実質賃金低下しています。中小企業の状況も悪い、大企業のばかりを儲けさせて、それが中小企業にも従業員にも言っていない、そのことをしっかりと説明していますでしょうか。雇用が増えたと言っています。確かに雇用の数は増えています。しかし正規雇用は減っています。非正規雇用が増えています。新しい雇用は全部非正規雇用になっていくので、私の世代20代30代の4割がもう非正規雇用なんです。これで日本の社会保障は成り立たなくなってしまいます。そして皆さん、今子どもの6人に1人は貧困家庭で生活をしています。貧困家庭というのは世帯年収の平均の半分以下の家庭で生活をしている、つまり年収200万円ぐらいしかない、そういう家庭で6人に失礼しました6人に1人の子どもが生活をしているんです。思ったよりも本当に大きな格差が広がってしまっている。ここに手を入れずに、なんでこういった数字を隠して、なんで皆さん総理は胸を張ってアベノミクスがうまくいったと言ってるんでしょうか。誰のための経済政策をしてるんでしょうか。株価が上がったと胸を張っています。しかし皆さん、世界最大の運用ファンドである我々の年金資産が株につぎ込まれています。世界最大の資産を株につぎ込めば株式市場上がりますよ。で、我々の年金資産株が下がったらどうなるんですか。もしかしたらもう安倍さんいないですよ。あの時安倍政権がそんなことしたから日本の将来が破綻した、そういうふうになりかねない、これも説明をしていません。私はこういった今の
政治の状況、数が少ない野党の一人ですが、一国民として戦ってまいります。私は皆様の代表です。皆様はそれぞれ忙しい、それぞれ仕事も持ってるし家庭も持っている。私はその皆さんの代わりに国会で戦うのが仕事です。もうこの世界に骨をうずめるつもりでサラリーマン辞めてきました。それから10年経ちました。私は命のある限りこの日本の将来のために戦います。ぜひ皆さん、皆様の代表ですから、ぜひ皆さん厳しくこれからもご指導いただければと思います。この日本を良くするために、世の中を良くするために、ぜひ皆さん一緒に戦ってください。先生、細野先生、ぜひ、ステージの方へよろしくお願いいたします。ありがとうございます。